ってるとね、やってきましたよ、赤いケーキってことでですね、一応ここがね、名鉄と、まあそのままね、乗り入れをしていくんで、全然ね、その端っこの駅間はないんですよね。基本的には、西の方行く列車が向こうの方に入って、で、豊田線からね、ずっと来た列車か、こっちの3番ホームだったっけに入って、っていうような構造で、で、折り返してくる電車がね、ここに入ってくることが多い。朝なんかはね、ちょっと本数がだいぶ多いんで、例外ありますけどね。うん、まあ、こんな感じですから、走行の字にするんでね、赤い木止まりの電車でもね、名鉄のが使われていることもありますし、逆にね、豊田線にこっちの名古屋市交通局の青い電車がね、入ってくることもあります。赤と青なんて分かりやすいですよね。まあ、こんな感じで赤系止まりのね、電車が向こうに入ることもありますからね。で、ここはね、この先に車両基地がドカーンとある兼ね合いで、ここが行き止まりになったわけで、そのまま基地の方にね、入れる構造になってますから、いわゆる車止め標識とかはないはずです。ないね。っていう感じですね。まあ、赤池はね、よく来てるところですからね、あれなんですけど。ということなんで、とりあえず上に上がって上の様子を見ましょうか。であれ今ね、赤城止まりの列車がそのまま先に来ましたけど、あの先の多分車両基地に入るのかな。いや、基本的にあそこの車両基地は名鉄の電車が入らないはずだけどな。代わりにあの桜通り線のね、電車が止まっていることがあります。検索とかを共有してるんですよね。よいしょ。あ、そういえば、ね、あの普通に管轄がね、赤い池は名古屋市交通局の管轄になってるんで、全然名鉄の駅間はないですけど、これ、ね、完全に地下鉄感がありますけどね。一応ここから、名鉄のね、方の切符も買いますよと、いう形ですね。ちなみに名鉄で、神渡りまで行こうとすると1250円ですからね。こっちやったら340円なんでね、1000円近くのね差になりますっていう。しかもめちゃくちゃ時間かかりますからね、ここから名鉄経由で行こうとするとね。ということで、ね、ターミナルでございます。ちなみにね、鶴舞線のもう一つのターミナルね、端っこの駅、神渡り駅はね、まあ、名鉄的にはただの途中駅になってるんで、今回は除外です。なので、神渡りには行きません。というか、そうしないと回れない。ということですね。ということで、次はね、ここには書いてないけどね、そう、書いてない。瀬戸線がありますからね、これが厄介なんだよね。ここをどう攻略するかっていうところになってきます。あとは御嶽とね、ここが残っちゃってるわけないな。とりあえずね、次はね、あっちの方ですね、瀬戸線の方に行くことになると思います。とりあえず上の方をちょっと見ていきましょうか。上ね、何があるのかって言ったらね、まあバスターミナルとかがあるんで、結構、西方面とかね、赤池はこれ名古屋市交通局の駅ですけど、厳密に言うと日進市のはずです。名古屋市ではなかったはず、ここは。で、まあ、駅前ね、ちょろちょろっといろいろな店はあるんですけど、大きいのはやっぱプライムツリーかな。あそこにもね、ピアゴが入ってますし、まあもうちょっと大きいピアゴやったらね、あっちの平張りね、一つ隣の位置になりますけど、あ、ちなみにこの切符はね、名鉄の切符なんで、平張りとか矢事の方には行けませんからね、ここの駅までしか行けませんからね、そこは押さえてこないといけませんね。この先ずっと登ってたところにプライムツリーっていう大きな商業施設があるんですけど、時間的にまだ10時からからかな、空いてないはずなんでね、ちらっと映して帰ってこようと思います。少なくともフードコートはやってないはずだからな。あ、もう見えてるね、そこのね、ちらちらと映ってますけど、よいしょ。
その先のところね、見えてる、この奥に見えてるこの建物ね、これがプライムツリー、大きなね、伊東洋華堂がありますよね。ということで以上です。あ、他にもいろいろあるのありますよね。風来坊なんかもあるし、やっぱ年末年始やでな、お花屋さんはすごいですね。さあ、で、あとは正直アパイテースはそれぐらいかな。こんな感じになってたんですね。知らんかった。地下鉄とメテッド来てますよと、さあ、ってことでね、こっからね、瀬戸電、瀬戸名鉄、瀬戸線の方に行かないといけないんですけどね。まあね、先も見てわかる通り、瀬戸線の方はな、完全な孤立路線なんですよね。ということなんで、直接名鉄線を使ってね行くことができません。でどうするかっていうと、普通にね考えるといくつかパターンがあるわけやけど、地図がねえな、地図がない。竹の山行くやつか、懐かしいな。ちょっと端っこでここら辺に図出しておきますわ、ね。でこっからね瀬戸電の方に行こうとするとどういうルートがあるかっていうと、一つ目がねこのまま地下鉄に乗って、地下鉄に乗って、境に行くかね、境に行って、境からねそうすると瀬戸線に乗れますよっていうルートがあります。ただこれをすると今度上伊田に行くのも大変だということですね。一回また瀬戸まで行ってグーッと戻ってこないといけない。でじゃあもう一つのルート何かというと、このまま折り返していくルートですね。折り返して地下鉄で、どこだ、矢事か、矢事まで出て矢事から元山、矢事元山か、元山でそこから東山線で藤ヶ丘に行って、藤ヶ丘からリムネに乗って薬草でそこから愛川に行くかね。で反対側のね、豊田の方に行くんだったらもう一回また豊田市の方に戻って、でそこから愛川に乗り換えるっていうルートがね、パッと思いつくところかなと思いますけど、一応これでもね4年間豊田に通ってた人間なんでね、一旦ね上司に行きますよ。裏技があるんですね。さあ地元感出してきますよ。めっちゃ久しぶりでね、ユーストアがピアノになっとったことに衝撃を受けたり、あ、マックスバリューができとるとかっていうの驚いてますけど、さあ帰ろう。ちゃんと普通に通れるんですね。でもう一回豊田市方面に戻って、で豊田市方面ですね、一番ホームに行ったら気をつけてこっちに乗れば大丈夫。構造的には2面3線か、あ、向こうの方なんです。でこんな感じで2番線に通り止まりが、放射線はね基本的にはこっちなんで、トヨタの方に行かれては来ませんよ。でまあ両開きになって両方から降りれますよっていう構造ですよね。でこれね、そう、上水駅はね優先順位があるんで、本当は朝早く起きてる、ここ朝の5時からやってますんで、すっごくねカラオケ屋で働いてた時お世話になりましたね。しかも朝から入ると400円なんですよ。でこれ朝風呂ってすごく
裏技があって、朝の時間に入ってしまえば400円で夜中の2時まで最悪入れることができる。で、あとね、岩盤浴も200円なんでね、安いですよね。まあ、入浴500円、普通に安いからね、ただね、混むんですよね。だから本当、朝はお世話になりました。ここで朝の、仕事終わりに、夜勤明けに寄って、仮眠を取って、そのまままた朝の10時から仕事をするっていうね、ハードなことやってましたね。うん、ここは豊田線鉄も、名古屋市交通局のね、フォーマットになってますけど、まあ1時間4分、まあまあありますよね。15分に1本ぐらいかな。車庫、電車が入ります。この電車は車庫に入ります。ご乗車できませんか、ご注意ください。まだか、あんまり動かなかったけど、ちなみに鶴舞線は結構端っこの方に矢事とか塩釜口とか大学が多いので有名ですけど、実はこの名鉄豊田線もね、その鶴舞線からの続きですけど、米の木に高校ありますよね。で、黒笹に愛称台か、あ、名称台か、の方面行く感じがあるでしょ。で、上水に中京大学があるっていう感じで、結構ね、ですか、大学生が使う、路線、高校生も結構多いですよね。五基礎とか、米の木あたりにあるかな、高校は。ですので、結構学生の利用が多いなっていうイメージのところですね。実際私も大学4年間上水までお世話になりましたからね。上水駅、久しぶりでもないんだけどね、1年ぶりぐらいなんだけどね、プライベートで行ってますからね、遊泉地の湯に。東院ではどこだっけ、あ、上か。